こんにちは、あやチャンネルのまみーです。さあこんにちはって言うとみんなが動き出しました。これからねダディがここの、汚い、もうこうやってなんか画面で見てもわかる汚さ、汚い、窓を、洗います。さあ子供たちどんな反応するかな。今ね窓がこう閉まってるので外に出たくても出れません。ナイト君のマミーへの視線が、さあどうだ、お音がする、水の音がする。ちょっとアクアは少し反応しましたね。あでもアクアは戻って行っちゃったね。さあ、あ、ダディが洗い始めました。子供たちはどうだろう。お、おお、吠え始めた。でも反応してるのはダイヤとジュエルだけ。とりあえずね、ジュエルはね、ダイヤが吠えれば、その後ろに、金魚の糞のように後ろに、向かって、後ろでこう吠えてるだけなんだけどね。お、アクアも気づいた。でもアクア怖いから逃げてきた。アクアはね、マミーのことが気になるみたい。マミーにくっついてくる。さあ、お、アクア行った、アクア行った。でもアクアはね、多分外に出たいんだな、あれは。ジュエルが一生懸命吠えております。ナイト君はもう全く気にしない。さあダイヤ君だけだね。あでももうそろそろ飽きちゃったかな。もう気にしてない。見物になりましたね。そんな時ノエル兄さんはここです。ノエさん全然みんなの中に入っていない。さあみんなのね、いつもここ出入りするね窓をきれいきれいしてもらいますよ。さあ放水が始まりましたが誰も気にしておりません。特に反応はなしですね。でも一応ここマミーの近くでジュエルは見てるけど、ナイト君も向こうを見てはいるが、逃げてきた、逃げてきた、ダイヤ逃げてる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 。みんなマミの近くに来るから撮れないじゃん動画が。もうおります。さあみんなおいでよ。ほらみんな
おいでよ、みんなおいでよ。もうみんなすごい逃げております。もうダイヤ君全く動きません。もう窓から離れちゃって、窓から離れちゃって全然ダメです。さあ ダディが今最後の窓拭きやっておりますが、ひらりお姉ちゃんに前に連れてかれたダイヤくんですが、一応ダディの動きに合わせて顔は動いてる。ダディ何してんのかなって。すごい不思議そうに見てるね。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.